よいしょ。ほんとすみません。遅れちゃった、すごく。すみません。ありがとうございました。3分遅れちゃった、ごめんなさい。すみません、申し訳ございません。待っててくださってありがとうございます。すみません。ごめんなさい。その配信直前で足がしびれちゃって、なかなか移動ができなくて遅くなっちゃいました。すみません。申し訳ございません。こんばんは。よし。本当に足がしびれた時って動けないですよね。もう大丈夫です。はい、ありがとうございます。なんか動くとなんかゾワゾワゾワって、なんかブワブワブワって。ゆうさん、今日誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。いい一年にしてくださいね。なりますように。おめでとうございます。いや、普通に正座、違う、正座しながらギター弾いとって、でもその後ろ側からも前からも血流が止められるから、もうものすごくしびれとって、立った時に「あやばああ無理わっ」ってなって、電気も消しとったから、電気つけるまでにまず時間がかかって、でここまでに来るまでにすごく時間がかかって、はい、申し訳ございませんでした。はい、あれ何なんでしょうね。すごく人間の体って不思議ですね。そう、なかなかもう立てもしてなかったんです。ずっと捕まって、ああってなんかそこの後ろのとこでずっと捕まってました。はい、では歌っていこうと思います。今日もよろしくお願いします。今日、多く、おー、なんかスーツ着た方がすごい多く歩いていらっしゃってね。社会人1年目ですか？あ、今日からですね。おめでとうございます。始まりましたね、新年度。今日大学入学式でした。おめでとうございます。入社式か。全然社会のこと知らなくてすみません。入社式ですね。おめでとうございます。1年目の方、おめでとうございます。寝たいですね。いや、自分次第からいきます。
り試合の曲自分次第でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぼやけてます、画面ぼやけてます。こっちはあんまりぼやけて、しかもぼやけすぎ、いつもがぼやけすぎてて、あのあれなのかもしれない、感覚がちょっと違うのかもしれないけど、大丈夫ですか。はい、最近暑いですね。今日はエイプリルフールですね。浩平さん おめでとうございます。1年目おめでとうございます。おめでとうございます。さっきちゃんと言ってなかったのでおめでとうございます。たくさんね、あのイベント、そうやったまのイベントに、ね、参加させていただいてみました。だからね、その下に出てると思うんですけどね、もうすでにありがとうございます。歌ってぶた、ありがとうございます。で、見ようと思いますので、ね、もしよかったらご協力よろしくお願いいたします。ダーマ懐かしいですね。私子供の時に見てました。ちょっとね、あとクックルンでもなんか似たようなのって気がする。違うかな。こんばんは。エイプリルフール、何も、そう今日エイプリルフールってことをね思い出して、でも午前中までしか嘘つけないじゃないですか。でもその嘘を考える、なんかいい嘘が思いつかなくて、嘘つきました皆さん。なんかそう、私去年言ってたゴキブリのやつやろうかなって思ってたんですけど、それ嘘じゃなくてただのドッキリなんですけど、去年4月1日に、来年こそはゴキブリを100均で買ってきて、でなんかトイレかその玄関のドアに貼り付けといて驚かそうって思ってたんですけど、すっかり忘れとって、100均に行く時間もなくて、そう、100均に行く時間もなくてゴキブリ結局買えなかったんですけど、嘘じゃないですよね、それ。嘘じゃなくてただのドッキリですね。ね、嘘ついてないですか。ついてない方が多い。ファニーさんありがとうございます。嘘ついてみてください。嘘ついてみてくださいって言ってから嘘をつくのってなかなかないですよね。ありがとうございます。なんか、あー、でも懐かしい、これ。ありがとうございます。やったわ、ありがとうございます。ごめいさん、ファニーさんありがとうございます。嘘ついてくださいってすぐ言われてからつく人ってなかなかいないですよね。なんか嘘つくかな、あるかな。嘘考えたら出てこない。また考えてます。考えておきます。春よ声聞いてくださってありがとうございます。松任谷由実さんのありがとうございます。あ、彼氏ができた。ああね、即興でねやるのはね、笑い芸人の方がねすごく求められる能力ですよね。嘘ついたことない方は多いんですね。ついてない。ゴキブリやろうかなと思ってたんだけど、あれだね。はい、じゃあユーミンさんの春を来いから行こうと思います。よし、ありがとうございます。よいしょ。少々お待ちくださいね。光立つに若め愛しい面影の地
始めるとこがね、綺麗なんですけど、そのあのイントロからね。よし。いきます。松尾亜美さんの春よ来い、いきます。淡き光立つにわかめ、愛しい面影の沈丁下、溢るる涙のつぼみから、ひとつひとつ香り始める。声でした。リクエストありがとうございました。ずっとありがとうございました。綺麗ですよね、日本語がこの曲すごくね、言葉が綺麗、本当に。よし、ありがとうございました。ミラさん、ありがとうございます。すごい。ね。
ありがとう。なんか固まっちゃった。あれ固まっちゃった。あらま、こっちの方が固まっちゃった。なんかそのヤッターマンかけるフワッチって出たの画面が黒くなっちゃったよ、コメント。あれ、ありがとうございます。すみません、ちょっと こっちで見ます。自分の方がちょっと動いてなくて、あ、動いてるんですけど、その自分の方にちょっと問題があって、すみません。これ前もあったんですけど、なんかどうやっても直らなかったんです。あれ、これあれ違うな。まあいいや、はい、大丈夫です。はい、見れるので大丈夫です。よしんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。バイ、ありがとうございます。皆さんもたくさんありがとうございます。ナリスもありがとうございます。ご協力くださってありがとうございます。大丈夫です、こっちで見れるので大丈夫です。コメントは普通に正常に動くので大丈夫です。はい、ちょっと戻れないかなって感じです。コメントがね、ちょっと遡れなくなっちゃうので出てきたのになっちゃうんですけど、すみません、前にリクエスト書いてくださってた方申し訳ないです。はい、国語に満ちた青年だ。ミラさん、ありがとうございます。はい、20分前です。9時、よろしくお願いします。マリーゴールド久しぶりに、いいですね。4月の早い。マリーゴールド続けた後に、じゃああいみょんさんのマリーゴールド行こうと思います。嘘つくの苦手。嘘つくの考えるのが下手かな。あ、でもなんか去年は言葉であの嘘ついたんですけど、弟に。何やったっけなぁ、あれ、あ、なんか母と自分が、うん、東京に行くんだよねって言って、車の中で、その、あの話してて弟に。何やったっけなぁ、なんか、あれ、なんかすごい嘘ついてたんだけど。ドラえもんがどうたらかこうたらとか言ってて覚えるんですけど、とにかくなんか東京に行くっていう嘘ついてめちゃくちゃ信じ込んでました。誰もなんか得しないような感じの嘘だけど。マリーゴールド、皆さんはあんま嘘ついたことないですか？そう、本当その後実際に行くことになったとは、まさかの思わなかったんですけどね、本当にね。なんか友達から聞いたんですけど、4月1日についた嘘はなんか本当にならないって聞いたんですけど、なんかあれだったのかな。あ、そう、東京ってあのテレビのね、あれ、それは一昨年なのか。じゃあついたのは1年後にかなってるってことか。あ、ちょっとよくわからなくなってきた。はい、じゃあ、あ、そのついた次の日とかじゃなくて、東京に行ったのはその音楽チャンプさんに出演させていただいた時に、まさかね、その東京行くなんてあると思ってなかったので。行きます、あいみょんさんのマリーゴールド。
ンさんのマリーゴールドでした。ありがとうございました。ありがとうございました。リクエストくださった方ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。なんか20倍で出てうまいって思ってヒロさんとイヌくんさんかな。ありがとうございます。皆さんも本当に、ね、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。なんかゴールドが15位って言ってる。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、当たるのはあれなのか、まぐれとかなんですね。したらありがとうございます。ちょっと見逃しちゃってるのも多くあると思って多くある。ああ皆さんいつも提供ありがとうございます。本当は残り6分だ。公開させていただきますね。はい、うんうん、ありがとうございます。うんうん、はいでした。ありがとうございました。よし、ヤーリーさん新曲すごく良かったよ。ありがとうございます。お名前をお呼びするのお久しぶりですね。ありがとうございます。おめでとうございます。20倍、すごい低確率なんですね。よし、どうしような。クエストたくさんありがとうございます。ちょっと戻れないのがバッて出てきたのじゃないとあれだから。ホームってき木村さんかな。あ、川崎さんありがとうございます。なんかすごいありがとうございます。ありがとうございます。だっけな、どうしよう。今次パッて出てきたのね。戻れないのがすごくあれだな。木山さん、あ、木山さんか、木村さんじゃないや、木山さんね。木山さんか、ごめんなさい。優作さん、木山優作さん、申し訳ないです。すごい間違えちゃった。ではやってますかね。ホームなかなか最近弾いてない。違うホームかな。ホームってたくさんあるけど違ってたら すみません。よし、いい歌ですよね。なんか4月の始まりっていう曲ないかな。6 1 2 1 2 3 4 5 6 6、はい、あと踏んでね。優作さんのホーム行きますね。なんか違ってたらすみません。デザさんありがとうございます。帰ろうか。
木山優作さんのホームでした。あったかい曲ですよね。リクエストありがとうございました。ありがとうございました。たくさんパチパチナイスありがとうございます。ヒーローさん、マサさんありがとうございます。お金歌ってる間にねくださった方すみません、ありがとうございます。皆さんたくさんコメントもありがとうございます。ご飯がね今日唐揚げでご飯を唐揚げと味付き海苔でご飯を2杯食べちゃってちょっと胃が苦しいやありがとうございます。あと9時からオリジナル曲歌うからあと10分。昨日カクカクなってたその尾崎豊さんのその Forget Me Not、 ありがとうございます。リーザありがとうございます。ね、食べ過ぎですよね。あれ食べたの久しぶりだなって思って、なんかすごいお腹に入っちゃって制限しなきゃいけないと思ったんですけど、味付き海苔があるから食べたくなっちゃって、うん、なので、うん、お水をいっぱい飲もうと思います。よし、はい、どうしよう。 Forget Me Not、 あやこさんの桜の時と、あとあれどうしよう、欲望入社青年だ、あやこさんのカブトムシ、春泥棒、着物係さんのありがとう、おーカブトムシかな、カブトムシ。レコーディングどうでした。あー賃貸さんですね。すごいね、あの楽しくねやらせていただきました。ただすごくあのプロの方たちのね、プロの方たちばかりで、あとあの自分がまだあの何なんか自分の無力さに気づいたというか、自分の小ささに気づいたので、あ全然なんか謙遜じゃなくて、謙遜言葉合ってるかわからないけど、謙遜じゃなくてただ単に自分があの本気であのまだちっちゃいなと思ったから、これからまだ頑張ろうって思いました。それぐらいすごかったです。皆さんレコーディングははい1日で終わりました。でどうしよう、あと5分しかない。はい、あの大原さくらさくかなんか間違えた、あやこさんのカブトムシいきます、多いので、はい、よし、他にもねたくさんありがとうございます。あやこさんカブトムシ言うて久しぶりですよね。そう、本当にとにかくすごかったんです。もう専門用語ばっかで自分にはもう何一つわけわからなくて、もう喋ってる内容何一つわからなくて、そうだからもうちょっと分かれるようになろうと思って、まあ、そこまでにはまだ時間があるし、そうまだ全然経験値が浅いからそれは当たり前だけど、すごかったです。楽しかったです、すごく。はい、じゃあ愛子さんのカブトムシいきます。悩んでる体がつくて、指先は凍えるほど冷たい、どうした早く言ってしまえ、そう言われても私は弱い、少し背
はい、アイコさんのカブトムシでした。ちょっと高いとこ見せちゃった、ごめんなさい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、リクエストありがとうございました。はい、病んでる、熱くて、やっぱ名曲はずっと名曲ですね。椿さんありがとうございます。あと1曲いけるかな。ヘルケイさんありがとうございます。皆さん本当たくさんありがとうございます。ガラ8位、もう8位、気づけば8位、ありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。協力くださってね、ありがとうございます。そう、ちょっと見ようかなと思って、そう、あのね、私の、そう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いつもね、あの、見に来てくださってるだけでね、ありがたいですのに、こうやってね、いつもご協力くださってありがとうございます。あと22分です。そうです、なんかね、ありがとうございます。どうしよう、うん、どうしよう、あと1曲いけるかなと思いますので、より良い、より良いですね。おかゆさんありがとうございます。あ、フォゲットミーノット、ハレ泥棒、ハレ泥棒、フォゲットミーノット、うん、どうしような。リリアさんすごい好きですよ。もうね、あの、より良いかな、より良い、いきます。時間もね、少ないのでね、ありがとうございます。春泥棒、あ、春泥棒迷いますね、全部いい曲だから、本当に本当に迷う、どうしようかな。より良いか、春泥棒か、Forget Me Not、 時間がなくなっちゃう、自信のフォゲットミーノットでいきますね。昨日あのクルクルしちゃってた方も多かったと思いますので、すみません、聞いといて。フォゲットミーノット、優柔不断だからね。より良いもおしゃれですよね。家まで送ってもらいたいな。たくさんリクエストありがとうございます、ありがとうございます。尾崎豊さんのフォーゲットミーノット、彼は疲れて眠る、愛にこぼれて、ここなんか違うんだけど、はい、尾崎豊さんのフォーゲットミーノット小さな朝の光は疲れて眠る、愛にこぼれて、流れた時の多さにうなずくように寄り添うたり、窓を叩く風に目覚めて、君に
崎豊さんのホゲトミーノートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ歌のちゃんの聞かせていただいて、練習させていただいてました。はい、ね、はい、キーは歌のちゃんの参考にしておきます。はい、たくさんありがとうございます。よかったですか。前よりなんか出てるような気がする。最後の方からかな。ね、音域が広いですよね。すごくあれ低いかなと思ったらすごい高くて、はいでした。リクエストたくさんありがとうございました。ありがとうございます。たくさんもう6位ありがとうございます。お時間作ってくださってありがとうございます。たくさんパチパチナイスありがとうございます。また聞きたいです。 OK です。猫猫さんありがとうございます。徳明さんありがとうございます。じゃあオリジナル曲入らせていただこうと思います。はい、私何回言おうとしてた、あ、そうだ、嘘を考えるのを忘れてた。歌うのに夢中になって嘘をね考えときますって言ってたんですけどね、なかなか3つのことを同時にやるのは難しいですね。で、あと一つ、私のそう、今日おばあちゃんがね誕生日なんですけど、そのすごく昔2年前中学生の時に一番最初に作らせていただいたオリジナル曲のばあちゃんっていう曲をちょっとね、今日おばあちゃんに届けるということで、おばあちゃんにね向けて歌わせていただこうと思いますので、そちらの方もね最後に歌わせていただこうと思いますので、ね、聴いていただけると嬉しいなと思います。はい、よし、まず奏で続けるからいきますね。よいしょ、ではいつものように歌えいきます。はい、歌活主題歌奏で続けるいきます。2,3,4,1,2 5つの声が一つになって涙が止まらなかった。不思議な経験したんだ。なんかすごい汗かいてる。はい、ありがとうございました。歌えのとこいつもはーのところとありがとうございます。はーはもう体勢がついてきましたねたまにニヤッとしちゃうんですけど、ありがとうございます。嬉しいですね、ありがとうございます。はい、たかつ主題歌奏続けるでした。 MV の方や各種サブスクで配信されていますので、よかったらいいなって思っていただけたら、ぜひそちらの方聞いていただけると嬉しいなと思います。 MV はたかつって調べたら出てきます、多分。はい、絶対出てきます。ありがとうございます。ありがとうございます。奏続けるで起きてるよ、ありがとうございます。目覚めいいですか。ありがとうございます。そう、奏続けるよ、いや私と私をね
目覚ましようにしてくださる方もたくさんいらっしゃって嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ続いて私と私歌わせていただこうと思います。はい、ね、本当にビジョンの方見に行ってくださった方たくさんいらっしゃってありがとうございます。ありがとうございます。私と私頑張って歌わせていただこうと思います。はい、私と私あった。じゃオリジナル曲私と私編曲大石正義さん作詞作曲上田桃香いきます。あとそう今日これちょうどあの収録の時に着てた服です。私と私でした。賃貸さんとの、CM イメージソングでした。ありがとうございました。はい、この曲動画テレビ朝日さんの公式チャンネルの動画始めてみましたというチャンネルと賃貸さんの YouTube チャンネルに MV それぞれ違った形でアップしていただいてますので、全部ミュージックビデオ違うので、ぜひそちらの方今聴いていいなって思っていただけたら聴いていただけると嬉しいなと思います。
はい、すでにもうたくさん聞いていただいてね、ありがとうございます、ありがとうございます。あー、そう、私ならで生きるよのとこね、いいですよね。ふわってなんかじゃんって終わるのが、はい、ありがとうございます。ぜひね、頑張ろうと思う時とかね、に聞いていただけるとね、今の時期に合ってる曲になってると思いますので、はい、これからね、新しいなんか新学期、あ、新学期じゃない、新級とか新しい会社に入るとか新しいこと始めるって時にね、聞いていただけたらなと思います。はい、ね、各種サブスクでも配信されてますので、そちらの方ちょっとお金かかっちゃうんですけど、ダウンロードしていただけると嬉しいなと思います。本当にね、もうたくさんの方にダウンロードしていただいて本当にありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。一日の始まりにいつも聞いてます、ありがとうございます。もう重要ですね、それは。一日の始まりって本当に重要です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当たくさんありがとうございます。ね、ありがとうございます。ヤッターマンのね、イベントのプレゼントありがとうございます、ありがとうございます。あと、もう一曲あります。もう一曲今日歌わせていただこうと思います。ばあちゃんを、今日ばあちゃんの、私のおばあちゃんの誕生日ですので、歌わせていただこうと思います。中学生の時に一番初めに作ったので、本当にあれ残り8分、本当に音楽何一つも今も知らないけど、未熟な部分もあると思うんですけど、ばあちゃんのために作ったので、はい、聞いていただけると嬉しいなって思います。遡ったらね、歌詞をね、書こうと思って遡ったらね、去年に、あんちゃあれ1年後に知ってくださった時に、一番最初まで遡ってね、コメントしてくださってる方がね、いらっしゃって、私それ気づかなくてありがとうございます。じゃあ行きます、ちょっと待ってね、待ってください。しました、じゃあばあちゃんいきます。でもね、
オリジナル曲ばあちゃんでした。はい、ばあちゃん、おばあちゃんに向けて考えていただいた曲です。はい、一番初めなんですよね、自分主題より先にいた曲で。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。聞いてくださってありがとうございました。おめでとう、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 おめでとう。はい、ねえ、ありがとうございます。はい、たくさんね、皆さんありがとうございます。言い切れてなくてすみません。皆さんね、たくさん温かいコメント、拍手ありがとうございます。はいね、本当に2年前か2年前ですよね。よし、はい、あら、あ、サインありがとうございます、ありがとうございます。皆さんたくさんでご協力ありがとうございます。18分、でも残り4分、これ4分、あと1曲歌うか、歌わせていただくか、それか、でも残り3分だともう歌えないかな、かまでにしておこうと思います。はい、いいですよ、ありがとうございます、ありがとうございます。まさか、まさかね、1000人以上の方が参加されていますのでね、まさかここまでと思わなかったです。ありがとうございます、皆さんのご協力のおかげです。はい、そういえば、あ、嘘忘れてた、嘘忘れてたってなかなかのあれね、パワーワードですね。嘘忘れてた、嘘どうしよう、嘘ね。はい、ありがとうございます、おだてぶた、ありがとうございます。いい嘘がいいですよね、なるべく、なるべくいい嘘がいい。でもやっぱゴキブリが一番私はやりたかったんですけどね。明日ご飯全部抜きますそれは結構きつい。あ、でも今ってあれ午前中しか嘘つけないんじゃ、そういえば4月1日って。あ、じゃあダメだ、ダメだ、ダメだ。うん、ゴキブリはね、一回やってみたいんですよね。トイレに貼っつけたりとか。そう。虫が弟二人嫌いだから、すごく。反応がすごいんですよね。多分。だからすごくゴキブリやりたくて。ね。そう、あのね、そう。今日、ふと思ったんですけど、ゴキブリいいじゃんって。思っとったらそれ嘘じゃなくてただのドッキリやんって自分で思ってたけど、まあでも嘘に入るよねって、まあ偽物だし、偽物イコール嘘だから嘘に入るよねって思ったから、まあ開き直ったんですけど、来年こそはチャレンジしてみましょう。ちょっとまた来年に忘れてるんですけどね。はい、そう、弟そこになんかいなくても私が手に虫ついとるよって言ったら、なに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 って言ってすごい発狂して飛ぶので、そう、かなりすごいと思います。はい、あと1分、あと1分、今日木曜日ですね、またふふふ、木曜日ですね、あと1週間ちょっと頑張りましょう。私もあと1週間で春休みが終わりますので、また頑張ります。ヘロさんありがとうございます。あ、あと59秒。はーい、あ、スリッパの中に、あ、でも家にスリッパはないや、あ、トイレのスリッパならあるからと、あ、誰も履かないかな。ソライロさんありがとうございます。皆さんね、たくさんご協力ありがとうございました。お時間作ってくださってありがとうございました。たくさんリクエストもありがとうございます。ナイスもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ見に来てくださってありがとうございました。
はい、いつも見てくださってる皆さんありがとうございます。今日初めて知ってくださった皆様ありがとうございます。はい、で次回は明日ですね。明日金曜日 YouTube ライブ同じ時間20時20分からやらせていただこうと思いますので、全部2021になったら20時21分にするんですかって言われたけど、